テイクザットはイギリスのポップグループ。1990年マンチェスターで結成される。ボーカルグループの先駆者として認知されており、後のバックストリートボーイズ、スパイスガールズ、ゴアイブ、ウエストライフなどのポップグループ、そしてボーイーバンドの流行を作った。1990年から1996年の間に2500万枚を売り上げ、1991年に 初めてシングルをリリースしてから解散する1996年までの愛大イギリスのテレビ局 BBC では UK 音楽史上ビートルズ以来最も成功したバンドで老若男女問わずに愛されているとたびたび報じられたダンスポップ調やバラードの曲に人気があり1990年代前半のチャートを占めていたカズトがメインで歌い 他のメンバーがコーラスを担当するというメンバーの全員が歌うスタイルをとっている。初期の楽曲はバーローによってほとんどが作られたが他のメンバーにも作詞作曲の能力があり再結成後には全員で曲作りを担当している。ロビー・ウィリアムズの脱退、マネージャーとの関係悪化により1996年に解散。メンバーはそれぞれソロ活動などをしていたが、 2005年にロビーを除いた4人で再結成する。同年はテイクザット特集のドキュメンタリー番組が放送され、ベスト版を再度リリース。2006年の再結成ツアーは大成功を収め、2006年末には再結成5発のアルバムもリリース。2007年3月にはアルバムプロモーションのため再結成5発の来日を果たした。イギリスのチェシャーで生まれた。 ゲイリー・バーローは15歳の時にイギリスのテレビ局 BBC で主催で開催された A Song for Christmas というコンテストに出場。Let's Play for Christmas をパフォーマンスした。そのコンテストで準決勝まで勝ち進むとロンドンズ・ウエスト・ヘルス・スタジオにレコーディングをしないかと招待される。これがきっかけでノーザン・クラブ・サーキットというところで彼自身の歌やカバーソングを披露するようになった。 18歳になると、マンチェスターで、カーティス・ラッシュという名前で、レコーディング活動を始めた。ここで1990年に、イギリスの有名なマネージャーであるマーティン・スミスが、今の UK チャートには、新しいバンドが、必要と思い立ち、バーローと二人でオーディションを開催。ここで、ランカシャーで生まれたマーク・オーエンとロビー・ウィリアムズが出会い二人は、このオーディションに合格する。 RDS ロイヤルというクラブでブレイクダンサー、そして DJ をしていたジェイソン・オレンジと画家、室内装飾業者をしながらストリートダンサーとしてテレビ番組にも出演していたハワード・ドナルドの二人はストリートビートというグループを結成する。マネージャーであったマーティン・スミスはバックダンサーのオーディションも行い、この二人がメンバーとなり5人として活動を開始する。 そろった五人は自らテイクザットと称するようになる。この名前は、ある日読んだ新聞に、マドンナについて記事が書かれていて、そこに書いてあった単語、テイクザットから取った。また、バーローは、これはいくつもの案の中でも、悪いやつ。でも最初のアイディアよりはマシだって、最初のアイディアは、キックイットだったんだから。と言っている。最初の二年は、 イギリスのゲイクラブや高校で主にプロモーションを兼ねたライブ活動をしていた。ゲイクラブでの活動やそのパフォーマンスファッションに注目が集まり、マネージャーのマーティン・スミス氏はゲイだというパロディソングなども歌われた。結果、1992年には念願のメジャーレーベルと契約。ファーストシングル、The What You Like のプロモーションビデオではメンバーが裸になり、 ゼリーを体に塗りつけるという過激な内容であった。こうしたゲイクラブでのライブの経歴などからゲイバンドという先行したイメージが持たれ、また重要である10代の女性層に人気がなく、その後リリースされた愛を知る時とプロミスは UK チャートにもやっとランクインする程度であった。ディスコボーカルグループのタバレスが1975年に発表した It Only Takes a Minute の カバーバージョンをリリースすると、たちまちヒット曲となる。テンポが速く、ダンス調のこの曲は、UK チャート7位をマークした。この動きから、次のバラードソング、ミリオンラブソングスと、I found Heaven は両方とも、トップ20にランクインした。そしてバリーマニロー、ドナサマーのヒットをカバーした、恋は、マジックをリリースすると、大ヒットとなり、この4曲のヒットで、テイクザットは、 公の場でパフォーマンスを行うようになる。1992年にはアルバム Take That and Party をリリースした。1993年はアルバム Everything Changes をリリース。このアルバムはダンハートマンの1979年のヒット曲をカバーしたリライトマイファイア以外はほぼバーロー単独で書いた楽曲で構成され、ドナルドも If this is love で作曲に関わった。このアルバムからのファーストシングル、いつも二人で、が UK チャート2位をマークすると、その次のシングル、プレイが初めて UK チャートナンバー1を獲得する。それに続き、リライトマイファイ f ベイブ、そしてエブリシングチェンジズが1位をマークする。5枚目のシングル、ラブエントヒア、エニモアは UK チャート3位を記録した。 またダイアナ元人の会談、エルトン・ジョンとのテレビ番組など、一時代を築いた。1995年に、ノーバリエルスをリリースし、このアルバムからのシングル、シュアは、UK チャート1位をマークすると、次のシングル、バックフォーグッドは、アメリカで最高7位を記録した。日本では、フジテレビの深夜に放送されていた、音楽番組、Be と UK でも発表するシングルのほとんどが、 初登場ナンバーワンを獲得していた。このまま日本にプロモーションやライブで何度も来日している。1995年7月にロビー・ウィリアムズがマネージャー、メンバーとの意見の食い違いからテイクザットを脱退する。テイクザットはそれでもアルバムノーバディ・エルスのプロモーション活動を続けた。特に人気のあったネバー・フォーゲットをパフォーマンスし続け、 日本にも4人で4度目の来日を果たし、国立代々木競技場にて2日連続のライブを行った。しかし、これが解散前の最後のテイクザットとしての来日公演となってしまった。ロビー・ウィリアムスなきテイクザットの行く末は、マネージャーのナイジェル・マーティン・スミスが初めから目論んでいたゲイリー・バーローの単独ソロでの成功という方向性だった。 1996年2月13日、テイクザットは解散を発表する。このニュースは世界中のファンの心に衝撃を与え、電話相談サービスが設けられたほどである。ファンの悲嘆は予想以上で、メンバーのハワード・ドナルドも自殺未遂をするほどの状況であった。解散前最後のアルバムとして、1996年にベスト版、グレーテストヒッツをリリース。 またこのアルバムに、新曲、愛は、きらめきの中にが加えられ、最後のナンバー1シングルとなった。同曲は、ビージーズの大ヒット曲でもある。身長1 7 5トル。解散後、バーローは、ソロ活動をはじめ、アルバム、オープンロードを1997年にリリース。また、シングル、Forever Love は、UK チャート1位をマークした。この後、 2枚目のアルバム、12 months、11 days をリリースしたが、前作ほどのヒットには至らず、レーベルと契約を解除。するとメディアは揃って、バーローは遅いテンポのバラードしか歌えないと報じた。ソロでアメリカ進出を目指すも、前途多難で、かつストレスによる肥満などに悩まされた。チェシャーにスタジオを作ってからは、作詞家やプロデューサーとして活動していた。 結局ソロでの成功には行き詰まってしまった。身長 182cm。1997年にソロアルバム、Life Through A Lens をリリース。ファーストシングル、Freedom は、ジョージ・マイケルのカバーソングである。5枚目のシングル、Engels が大ヒットし、これは彼の代表的な曲となった。それからは、I've Been Expecting You シング When You Are Winning エスカポロジーと数々のアルバムをリリースし、2005年には世界中でトータル4500万枚を売り上げたとして、UK で最も売り上げの多い歌手、イギリス音楽史上最も成功した男性ソロアーティストと名付けられた。身長1 6 8トルソロとしてのデビューシングルチャイルドは UK チャート3位になる。続くセカンドシングル クレメンタインも UK チャートの3位を記録する。他のメンバーに先駆けて1996年12月に一作目のソロアルバムグリーンマンを発売。その後もシングルアイアムホワットアイアムを UK にてリリースする。2002年にはテレビ番組セレブリティビッグブラザーで勝ち残りナンバー1になったことで再び世間の注目を集める。2004年に イギリスで4位にチャートインしたーミニットウォーニングを含む2作目のアルバムインヤーオンタイム日本では未発売を発売その後もシングルアローオンウィズアウトユーを UK リリースそして2006年1月には3作目のアルバムとなる How the Mighty Hall をリリースしシングル曲 Hail Mary も同年 UK リリースされた2007年の夏に再び ソロアルバムの制作に取り組むという噂があったが、実際に4作目のソロアルバム、The Art of Doing n o t h i n g がリリースされたのは2013年であった。本作はシングルヒットはなかったものの、アルバム自体は UK チャート29位を記録した。ソロでイギリスやヨーロッパ各地で何度もプロモーションライブツアーが行われている。 全てのソロアルバムで自身が作詞作曲し、ハウザマイティホールでは独自のレーベルを立ち上げ、制作したほど、ソングライティングにはとても熱心で意欲的である。日本でも、クリーンマン発売時にプロモーションで単独で、来日2006年にもプロモーションとミニライブでの単独来日を果たしている。身長182センチメートル。シングル。 スピークウィズアウトワーズを収録したが、発売までには至らなかった。その後、イギリス、ドイツで DJ として活躍し評判も良く、クラブを巡るツアーを何度も行っている。テイクザットの活動の合間にも、DJ として活動したりしている。身長1 8 2トル音楽という方向性から、一点アクターズスクールにて演技を学び、俳優として、 イギリスのミュージカルや TV ドラマに出演した経験がある。テイクザットはまだ終わっていない新しいアルバムの制作に取りかかるよう合法的に契約を結ぶ。2005年11月16日 ITV に出演。解散時どのような気持ちであったか、また解散してから今までの10年間それぞれが何をしていたかなどをテーマにしたドキュメンタリー番組。 テイクザット、フォーザレコードを放送。この番組では、テイクザットの本音、関係者の暴露、共に共演したアーティストの暴露などが放送された。テイクザットは、デビュー当時から、マネージャーの、お酒、タバコは、ダメ、ガールフレンドは、絶対に作らないという方針に縛られていた。そんな中で、ロビーがドラッグとアルコール中毒になったのは有名な、話であった。また、ハワードが、 マネージャーは知らなかったけど、実際は何人もの女性とネタと暴露。当時共演していた、ある女性アーティストが、それは私、ロビーともネタは、とコメントした。11月26日には2006年からロビーを、除く4人で再結成ツアー、ライブインマンチェスターを開始すると発表。2006年4月から当初11公演の予定であったがすぐにチケット完売となり、 19公演を追加、2ヶ月にわたるツアーを成功させた。また、アメリカの人気女性グループ、プッシーキャットドールズや、シュガーベイブスなどがゲストとして、共にパフォーマンスをした。ツアー中、4人は何度も、ロビーを迎え入れるドアはいつも開いている。もし何か退屈になって、歌が歌いたくなったら、いつでも準備はできてる。僕たちは、 彼のために一つ余分にマイクを用意しているんだと言い続けた。新しく発売されたベストアルバムには新曲 Today I b l o s s という You が収録された。Take That の再結成、そして成功は他のアーティストに多大な影響を与えた。ブリッドア w ードでは受賞の際、ナレーションで解散してから再結成して、ここまで成功するアーティストは今までにはなく、これからもないだろうと言われた。 また5イブボーイゾーンの再結成に影響を与えた。長期にわたって再結成が噂されていたスパイスガールズも2007年6月28日に正式に再結成を発表しテイクザットに影響されていると語った。2006年5月9日にテイクザットは約10年ぶりにレコーディング活動を再開する。マークはこれまでにない最高のアルバムを作るとコメント。 またハワードがロビーに再結成とレコーディング活動再開のことを伝えたと公にするとロビーが戻ってくるのではないかという噂が流れ始めた。9月10日にはシングルペーシェンスが再結成5発のシングルになると発表。音楽業界は待つ価値があると揃ってコメントをした。11月20日にペーシェンスをリリースすると2週目には UK チャート1位を記録。 レイクザット9度目のチャート1位を記録した。また同曲は2006年シングル売上ランキング8位に輝いた。ドイツでは1週目のチャートでバックフォーグッド以来のチャート1位を記録。アルバムビューティフルワールドは12月6日に UK チャート1位を記録。6週間連続で UK チャート1位を保ち、11月の後半に リリースされたにもかかわらず2006年アルバム売り上げランキングでは2位に輝いた。また同アルバムはノーバリエルス以来約11年ぶりのトップアルバムになった。2007年1月にはイギリスの女性雑誌ニューウーマンでジョニー・デップ、オーランド・ブルーム、ジョージ・クルーニー、ブラッド・ピット、ジャスティン・ティンバー・レーク、デビット・ベッカムを抑えてテイクザットとして 世界で一番セクシーな男性に選ばれた。2007年の初頭にはアメリカのレコード会社と契約し、ビューティフルワールドはカナダでもリリースされることになった。約10年振りのニューアルバムにもかかわらず1ヶ月でイギリス国内のみで150万枚を売り上げ、テイクザットは見事音楽界にカムバックした。またスペイン、デンマーク、イタリア、ドイツ、台湾、 日本でもプロモーション活動をした。ビューティフルワールドからのペーシェンスに続くセカンドシングルとして社員が2月26日にリリースされた。発売に先駆けチャンネル4ではミュージックビデオが1月15日に放送された。3月4日には社員が UK チャート1位を記録し、テイクザット10度目のナンバー1シングルとなった。これはアバとスパイス・ガールズの記録。 究極を抜いたことになる。マークのメインボーカルで歌われる、社員の歌詞はロビーに対するものではないかと噂されているが定かではない。2月14日には、イギリスのアールズコートで開催されたブリッドアワードで、ペーシェンスをパフォーマンスし、同曲は見事 UK ベストシングル賞を受賞した。社員に続く、サードシングルとして、アイドウェイト・フォー・ライフが UK で6月18日に、 リリースされたが、この曲は UK チャート上位には入らなかった。一方、Patience と Shine は UK チャートに長期間ランクインし続けた。8月にマシュー・ボーン監督作映画スターダストのメインテーマとして、ゲイリーがメインボーカルを務める新曲 Rule the World をレコーディング。ITV2 ではプロモーションビデオが公開された。 同曲は2008年度のアカデミー賞にノミネートされると期待されていたが、結局ノミネートされなかった。シングルとしては2007年10月22日にイギリスでリリースされた。2007年秋からはヨーロッパを回るツアー、ビューティフルワールドツアーを開始。テイクザットとして最も売れたツアーであり、イギリス音楽史上最大のツアーの一つとなった。 ウィーンでの公演中ハワードが右肺を潰してしまい、7公演を3人だけで回るアクシデントがあった。すぐに手術が行われ無事成功し、ドクターストップがかかっている最中は、観客としてツアーを観察し、メンバーにフィードバックする立場となった。オーバーハウゼンでの公演で復帰、最後まで無事にツアーを終えた。最終日は12月31日であり、O2 アリーナで、 カウントダウンライブという形式になった。2007年の成功により、2008年のブリッドアワードにベストグループ、ベストシングル、ベストアルバム、ベストライブアクト部門の計4部門にノミネートされた。このうちベストシングルとライブアクト部門の2部門を受賞した。アルティメットツアーとビューティフルワールドツアーの2つの大規模なツアーを成功させた彼らは、 当初2008年8月まで休暇を取り明けから新たなアルバム制作に取り組む予定だったが前倒ししている。初夏にはレコーディングスタジオにいるところを目撃されている。9月には曲作りの仕上げとしてロサンゼルスでレコーディングを行った。10月からは新曲グレーテストデーのプロモーション活動に入った。10月13日にイギリスの地方ラジオ局で グレイテストデイが初めて流された。この際、電話出演をしたゲイリーが、ニューアルバム名は、ザ・サーカスであることを公表した。イギリスでは11月24日に、シングルが発売、UK チャートで1位を記録した。ザ・サーカスは12月1日に発売。2009年のブリッドアワードでは、ベストグループ部門にノミネート。また、グレイテストデイをパフォーマンスした。3月2日には、 アップ・オール・ナイトがシングルとしてイギリスで発売された。ドイツとイタリアでは同曲の代わりに3月20日にザ・ガーデンがシングルとしてリリースされた。6月15日にはセット・イット・オールがシングルとしてイギリスで発売される。6月5日よりザ・サーカスライブを開始。このツアーのチケットの売り上げの速さはマイケル・ジャクソンのバッドツアーを抜き、 約5時間で全公演が完売し、イギリスで最も早くチケットを売り上げたツアーとなった。7月5日に、ロンドンのウェンブリースタジアムで終えた1ヶ月にわたるツアーは合計65万人もの観客を動員した。また、このツアーの DVD ブルーレイは発売当日で8万枚以上を売り上げる最速記録を達成した。11月には、ザサーカスライブのライブアルバム、ザ、 グレーテストデーをリリース。またゲイリーは、テイクザットは現在アメリカで、ロビー・ウィリアムズと共に2010年に向けたニューアルバムを制作中であることを発表した。いくつかの曲で、ロビーがリードボーカルを務めていることも発表。長い間、噂されていた5人での再結成が実現することとなった。ジョナサン・ロスのインタビューで、ロビーは現在テイクザットの一人として、 楽曲を制作中であり、右手首にテイクザットのシンボルである TT のタトゥーを入れたと発言。2009年の BBC チャリティーイベントでは、テイクザットの曲を歌うことはなく、彼自身の新曲有能名をパフォーマンスしたが、その後参加者全員でパフォーマンスしたビートルズのヘイジュードでは、ゲイリーと肩を並べて同じステージで歌った。2010年7月15日に、 ロビー・ウィリアムズが正式に復帰。5人でのニューアルバム、プログレスが11月15日に発売され UK アルバムチャート1位を記録。発売1週間で52万枚を売り上げ、イギリス音楽史上初週で最も売れたアルバムとなった。またアマゾンで今までで最も売れたアルバムとなった。プログレスは6週間連続でアルバムチャート1位を保ち、 年末に発売したにもかかわらず2010年で最も売れたアルバムになった。11月7日に発売されたプログレスからのファーストシングルザ・フラットは UK シングルチャート2位を記録。イギリス国内のみで5万枚を売り上げ、ヨーロッパうちの9カ国のチャートでもトップ10位を果たした。11月13日 ITV でプログレスの制作過程と ロビーが復帰に至るまでの過程を描いた白黒ドキュメンタリー映画、ルックバック、ドンとステアを放送。2005年の再結成時に ITV で放送されたものとは違い、解散前のスキャンダルの暴露よりも再結成後のバンドとロビーのすれ違い、及びそれに対するロビー本人の葛藤がメインに置かれている。映画の中では2009年11月にはザ・フラットが すでにレコーディング済みであったこと、2009年の BBC チャリティイベントの後に復帰を発表しようとしていたが、ロビーの気持ちがテイクザットから離れてしまい、復帰が遅れたこと、プログレスがエレクトロ色が強く4人の頃とは、音楽性が明らかに違うアルバムになったのは、メンバー全員で議論を重ねた上の結果であることが明かされた。 また解散前までは自分たちがまるで製品のようで、同じ10代後半の少年たちがするように学校に行ったり職探しをすることもなく、常にファンの歓声に囲まれる生活を送っていたことが恥ずかしく苦痛であり、現在は自分たちの作りたい曲を、歌詞を、アルバムを、ツアーをすることができるバンドになれたことが、本当に嬉しい、と5人が口々にこぼす映像も映されている。 この映画では他にもロビーの薬物依存症やマークのアルコール依存症とそのリハビリ後の姿解散後最大の問題であったゲイリーとロビーの長期にわたる争いとその解決のために歩み寄ろうとする二人の姿が過去の映像と共に紹介された12月6日には DVD、ブルーレイで発売2011年2月20日プログレスより2枚目のシングルキッズが発売 UK シングルチャート28位を記録する。2011年のブリッドアワードでは、オープニングアクトとして、機動隊に奮したダンサーを従え同曲をパフォーマンスし、批評家から絶賛された。またベストグループ賞とベストアルバム賞を受賞。3月18日には3枚目のシングル、Happy Now を発売。4月29日に、X、Men。 ファーストジェネレーションの公式楽曲を手掛けていることが発表され、5月11日よりイギリス国内でデジタルダウンロード版のシングル、ラブラブが発売される。5月27日よりプログレスライブを開始、7月29日までヨーロッパうちを36公演した。チケットの発売日にはイギリスの主要なオンラインチケット販売サイトが次々にクラッシュし、 国内の電話回線がパンクする事態になった。結果一日で110万枚のチケットを売り上げ、ザサーカスライブで自身が打ち立てた最速販売記録などをすべて塗り替えた。6月10日、プログレスにラブラブと他5曲を含めた2枚組、EP としてプログレスドが発売され、UK アルバムチャート1位を記録。七月七日、プログレスドからのセカンドシングルが ヤングであることと、この曲が、三十四、王妃の首飾りとダヴィンチの飛行船に提供されることを発表。ウェン・ウィーワー、ヤングは8月22日に発売された。7月16日、コッペンハーゲンで予定されていた、プログレスライブが、ロビーの食中毒によるドクターストップで当日中止となったことが、Facebook 上の公式ページで発表された。これは、テイクザットにとって、 初めてのライブ中止となる。5月、アイバーノベロ賞のアウトスタンディングコントリビューションツーブリティッシュミュージックを受賞したため、久しぶりにゲイリー、マーク、ハワードがテイクザットとして受賞式に登場。6月、ロンドンオリンピックの閉会式で5人揃ってパフォーマンスを行うことを発表したが、後にロビーが妻の出産を控えているため出演をキャンセル。4人で、 ルールザワールドを歌った。また7枚目のアルバムを制作中であることも明かされ、順調であれば2013年末にリリース予定であるとされていたが、実際のリリースは2014年となった。2013年5月に応援がレコーディングの予定について明かし、ドナルドとバーローはスタジオ作業を開始した。この時点では、ウィリアムズが参加するかどうかは未確定であったが、 2014年4月28日にウィリアムズが2人目の子供を迎えるための準備を行うため今回のアルバム及びツアーには参加しない旨が明かされたただし今回の決定は有効的なものでありいつでもグループに戻ってくることを歓迎するとバーローは語った同年9月24日にオレンジが脱退することが明かされた12月1日リリース予定の7枚目の スタジオアルバム3は初の3人編成での作品となり、アルバムに先駆けて公開された曲テーゼ・デイズの PV もメンバーはバーロー、ドナルド、応援の3人のみである。2007年4月、ロビー・ウィリアムズの母が彼自身テイクザットの最近の功績やまたメンバーの一員になることに興味があると大衆紙に発表。ロビー自身も テイクザットに近い将来戻ることは必然的なことであるとコメントした。2007年7月1日にイギリスで放送されるダイアナ妃の追悼コンサートであるコンサートフォーダイアナでロビーが合流するのではと噂されたが実現しなかった。2007年夏にも再結成したメンバーがロサンゼルスで再度ロビーのメンバー入りを駆くが失敗に終わる。 最終的には痺れを切らしたかのごとくインタビューでゲイリーらは彼の居場所はもうないと語った。2009年3月、ロビーはある雑誌のインタビューでもしゲイリーがまた呼んでくれれば2009年あるいは2010年にメンバーの一員に戻ることを示唆した。2009年4月にゲイリーが現在のテイクザットはハッピーなバインド。 だからロビーは復帰しないだろうとインタビューで答えていたにもかかわらず2009年11月のチャリティライブではロビーとテイクザットがすでに和解したかのごとく舞台上で抱き合ったロビーは自身のソロ活動が落ち着いた頃にテイクザットとのツアーなしの再結成とアルバム制作を望んでいたことを明らかにする彼らがお互いどう折り合いをつけるかに注目が集まる中 2010年7月15日にロビーが正式にテイクザットに戻ることがテイクザットのマネージメント会社を通じて発表された。11月に5人でのニューアルバムプログレスをリリース。2011年には5人でツアーを行った。2014年に子供の出産準備のため同年リリースのアルバム及びツアーには参加しないことが明かされた。 1996年のテイクザット解散後、ゲイリーとロビーはソロ活動を始めた。メディアは揃ってどちらが成功を収めるかを報道し、まず最初に成功を収めたのがゲイリーであった。ロビーもフリーダム、サウス・オブ・ザ・ボーダー、レジー・デイズといったシングルをリリースするが、どの曲もゲイリーを上回ることができなかった。また、酒と薬の乱用から嫌われ者になりつつあった。 そんな中でリリースしたエンジェルが世界各国のチャートで一位を記録する大ヒットを収め、またゲイリーのセカンドアルバムが UK チャート二十位以内にランクインできなかったこともあり、音楽、メディア業界でロビーの人気は爆発的なものとなる。そしてゲイリーを人間、そしてミュージシャンとしてけなすようになる。この言動はゲイリーがレコード会社と九百九十九年に 解約し、そして8年もの間メディアから消えるほどのものであった。その後もロビーは、成功を収め、メディアが騒がなくなった頃にゲイリーは結婚し、家庭を持った。2005年のドキュメンタリー、テイクザット、ホーザレコードでは、ゲイリーとロビーの両者がその時の心境を語り、インタビュー内でロビーはゲイリーに行ったことを謝罪。また、ゲイリーのことを、見事な作詞家であり、 見事な歌手と称した。またゲイリーは当時の様子をみんなが見たがる昔片着のバトルで最後に勝者は一人しかいないと表し、それでもロビーのようなキャリアを積みたかったと語っている。そのドキュメンタリーでは最後にロビーが彼の幸せな家庭と僕の経歴を交換したいと告白して終わる。実際元マネージャーのマーティン・スミスもどちらが 本当に幸せなのか、よく考えてほしい。と発言している。2007年に1996年以来初めて、両者は再会し、関係を修復し始めた。2008年11月8日、バーローと息子二人、そしてロビーは、エミレーツスタジアムで、マンチェスターユナイテッド対アーセナル戦を一緒に、観戦し、スカイスポーツのインタビューでも、まだ一言も話していない。 もっと関係を悪化させるかも、などジョークを言い合うほどであった。また、試合中に笑いながら観戦する様子も放送された。2010年10月8日に発売されたロビーのベストアルバムグレーテストヒッツ1990から2010に新たに収録された二人名義の楽曲、シェイムを発表する。歌詞は過去に仲違いをしてしまった、旧友同士が関係を修復しようとするという内容で、 さらに PV はブロークバックマウンテンのパロディであり、ロビーとバーローの中に対する噂を皮肉っている。また PV では、テイクザットを一人離れて爆発的なヒットを飛ばす、傍ら、他の4人だけでグループが再結成されたことに対するロビーの寂しさにも焦点が当てられている。2012年10月29日にリリースしたロビーのシングル、キャンディはゲイリーとの共作である。 ありがとうございます。